ままたたお会いしましたね大丈夫心配いりませんきっとうまぐいく謎めいた女性のイメージです学生ぶりに平安時代に触れ始め大人になってからの勉強も楽しみだと思います一年半という長い間どんな日々が待ってるのかどんな風景が待ってるのかどんな日々があるのかと来年夏の クランクインを心待ちにしています。それでは、お席に失礼します。